吉田さん、すごいですね。 R34 のセールス動画1年じゃなくて2年、3年、5年、10年と引っ張ったらそれだけで1000万ぐらい作れるんじゃないですか。その上で R34 ね、満を持して売るみたいな。いや、なんか放送するたんびに R34 の価格上がっていきそうですけどね。いつ売っても明日売っときゃよかったみたいなね。そんな引っ張り引っ張り放送になるかもしれません。まあとにかく吉田さんね、大したもんですよ。そこまで考えるのは、私がね、誰かにね、大したもんだなっていうことはね、ほんと珍しいなと自分でも思うんですけども、すごいですねそれはね。まあ今回ね、吉田さんのいろんな熱い思いに対して20分ほど語っていただきましたけども、それに対して私もね、同じような熱い思いを語るとこれまた1時間2時間になっちゃって、このリレーはかなり続くと思うんで、それはちょっとね別の機会に置いといてですね、今回ね、他の人と違う生き方をするっていうキーワードをちょっと抜き出して、私ちょっと考えて返信動画にさせてもらいたいんですよ。私はね、何もね、他の人と違う生き方をしようとは思ってないんですよね。結果的にそうなってはいますけども、私はね、自分の生き方をしたいんですよ。自分の生き方をした結果、みんなと一緒だったらそれでも別にいいかなと思ってるんですよね。自分は特別になりたいとか、他の人を出し抜きたいとか、あんまり実は思ってなくて、私の場合は24時間時間があって、お金にそこそこ困ることがなくて、月収200万300万とかでね、でまあ奥さんが可愛くって、で子供がちょっとね面倒だけどもなんか手放せなくってみたいな感じで、いわゆるね、昭和の中頃に、私が昭和47年生まれなんですけども、その頃に思い描いた、ちょっと待ってくださいね、その子に思えたね、思い描いたね、家族像っていうのがあると思うんですよ。あれ、カーソルが出ない。ね、お父さんお母さん、子供が2人、マイホーム、マイカー、たまに旅行に行くみたいなね、スタンダードな家庭があるじゃないですか。私はそれを出勤なしでやろうとしてるだけなんですよ。隣でヤマト君起きてね、わーわー言ってますからね。で、私の暮らしをみんながそうなったらいいのにっていうのは思うことあるんですよ。みんながね、私と同じように、まああんまりね、お金のために無理やり働かずに、ブラックロードせずに、ストレスを抱えずに、家族としっかりと絆を作りながらね、一日一日を大切に過ごして、お嫁さんにプレゼントをね買ってきたりとか、一緒にケーキを食べに行ったりとか、なんかそんなことをみんなですればいいのになぁと。だから私はどちらかというと、みんなと一緒のことがしたくないっていう意識はみんなを見て思いましたね。あれ、これは俺やりたくねえなみたいなね。これは俺やりたくないぞと。でもたまたま自分が望んでる暮らしが多くの人のライフスタイルと一致してるんだったら、それでも構わないかなと思ってるんですよ。まあ、吉田さんもね、言葉としてはみんなと同じは嫌だって言ってますけど、おそらく自分なりの生き方ができていれば、たまたま多くの人とそれがイコールであっても、それはあんまり気にしないのかなと思ってね。まあけど結果的には、私は吉田さんっていうのはどう考えても、1万人中1人とかね、もしかしたら10万人中1人みたいな妙な生き方してますよね。そもそも100人100用と言いますけども、1億人いたら1億通りの幸せはあると思うんですよね。どうした、リモコンいじってワーワー言ってますね。まあこうやってね、イレギュラーが起きるわけですよ。ちっちゃい子がいると言葉が通じないんで、しつけもまだできませんしね。だから勘で対応するしかないんですけども、これね、わーわーしか言いませんからね、何を言ってるのかわからないんで、いろいろ考えてあげないといけない。まあこれは車の不調と同じですよね。どこがおかしいのかなと思って、いろんなとこ叩いたりとか、ゲージ見たりとか、下へ回って確認したりとかね、いちいち一個一個探ってあげないといけないんですよね。まあ最近は自己診断システムっていうのがついて、どこがおかしいですよ、ここが直してくださいよみたいなのありますけども、やっぱね、20年30年そして私の40年前の車にはついてませんからね、そういうのがね。人間も同じですよね。ここが痛いっていうふうに言えるのには、多少ね、年を重ねないと、2歳3歳ぐらいにならないと分かんないですよね。うちの大和くんは1歳ですけども、口内炎が出た時にこうやるようになりましたね。最初は何だろうと、お腹空いてるのかなと思ったら、そこが痛いらしくって、あ、
菓子か。ね、何をしてくれ、あれをしてくれっていうのはこうやって態度が見えればね、はっきりわかるんですけどね。まあとにかくね、私は今の暮らしは本当に自分の求めていた暮らしで、あとはこれに付け足し付け足しですね。新しい欲望がこの暮らしの上に出てきたり、新しい消費行動が、私の欲求として出てきたら、それを適宜こなすってことなんですけども、今更ね、これしたいあれしたいってあんまりないんですよ、だから転ばぬ先の杖っていうか、5年後10年後困らないように、前倒しで何かをするっていう風になってますね。私本当に今全然趣味がないんで昔見逃したね、ドラゴン桜の続編とか、それから半沢直樹の最終章とかをね見てるぐらいで、他ないですね。またカンフー映画見てやる気になって牧人叩いてね、最近太極拳を自己流でねやりだしたりしたんですよ。こうやって自己流であくまで、まあそれが私の今のしたいことですかね。時間があると何をやるかを探す時間もあるし、やりたいことを試してみる時間もあるし、いろんなコンテンツ映画を見てそれに刺激を受けてなりきる時間もありますしね。宮本武蔵の話を吉田さんされてましたけども、私も二刀流をね、模造刀2本買ったんですよ、6月に。それでねやってみましたけど、まずね刀が重くて、模造刀なのに実物の重さと同じぐらいの1キロ前後のやつですけどね、これを持ち続けることだけでも大変なんで、おそらく宮本武蔵はものすごく腕を鍛えていたのか、それとも手が疲れないような刀の扱い方をねマスターしたのかもしれませんね。とてもじゃないけども、見よう見まえの構えだとね、一本でもすぐに腕が下がってきます。これよく言われることなんですけども、こう刀をね持ってね、本当にこれ1分2分で決着つけないと、あとはね腕をどう上げるかの競争になるらしいんですよ。もう腕が上がんなくなってくるらしいんですよね。それだけじゃなくて体全身も使いますから、刀っていうのはシュワッと振りかざすじゃないですか。その時全身の筋肉がパワーをね使うわけなんですよ。だからすごい消耗が激しい。だから一太刀二太刀まではいいんですけども、あれをねチャンバラみたいに何回も何回も振り回して5人10人をね叩き切るみたいなことは相当なタフガイじゃないと、それこそボディビルチャンピオンじゃないとできないような芸当なんじゃないかなと思いますね。空手をやってた時もそうなんですけども、勝負の決着って1分以内なんですよね。それ以上時間がかかっちゃうともう本当に勝負にならないとそのぐらい短期的に決まるのが東洋のカンフーでもそうですしね、武術らしいんですよ。で西洋のボクシングみたいなものは12ラウンドとかしっかりね1時間2時間戦うじゃないですか。だからあれはねもうスタミナの勝負なんですよね。だそういうことが、まあ、やっていくとだんだん分かってきて、東洋式の武術、西洋式の武術、いろいろと根付いたものが違うんだなということもありますね。というところまで話を広がりまして今回ね吉田さんの決断、やっぱさすがだなと思うのと同時に、あそうやって古い自分を脱ぎ捨てていくんだなとね、また一つ学びになりましたね。なんかこれはね多くの方には分かりにくいことだと思いますけども、まあ私はね吉田さんとの付き合いもこうやってみっちりしてますし、 R34 にかける思いがどれだけあるかも分かりますし、2034フェスってね、これはもうなくなりますけども、残念ながら、まあけど吉田さんがねそれほど思いのある R34 を乗り越えていく、そんな素敵な未来を見出したのは、これまたね応援したい、喜ぶべきことかなと思います。まあノスタルジーっていうかね、古いものをずっと大切にし続けることも大事だと思うんですよ。で私は基本的に昭和の男ですから、何に対しても一途が根付いてるし、それに美学を感じてるんですよね。だから多分奥さんもずっと同じ人を愛すると思いますし、この家庭をどういうふうに守っていくかを考えると思いますし、その上に自分の人生を成り立たせるというか、このね家族の幸せをどう支えていくかが私のこの喜びなんですよね、今はね。自分がどう自由に生きるかを考えるの中にね、私はね自らを愛する者のために捧げるってところに美学を感じてるんですよね。だからそんな性格ですよ、本当そう考えたら。尽くすのが喜びというね、まあバイトでホストをやってた時に、大学生の時に3ヶ月ぐらいで一応ね売上単日1日で100万っていうのを目標にして、そしてそれをクリアしたことがあったんですけども、まさに尽くすのが好きだと、ああいう仕事は天職だなと思いました。まあただもうね
卒業してスーパーの従業員になりましたんで、そんな気持ちは一切なくなりましたけども、もしかしたらね、22歳ぐらいでそのバイトに3ヶ月ぐらい入ったんですけども、もうちょっと若いうちにその道に入ったらまた別の人生があったのかなと思うと、今ね、まあでもね、今回の感染症騒動で結局は失業したかもしれませんけどね、長続きしてても、いや面白いですね人生ね。これからもね、たくさんのドラマ見ていきたいと思います。え、ぜひ、あ、大和くん、どれ見る？これどうだ？うん、まあ、これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。